戦第1セット、はい、始めてまいりましょう。さあそれではいきます。波動ファイト。さあ2ターン編成です。タンクが1人、アタッカーが1人、そしてチャージャーが1人といった編成ですが、アタッカー1番手前 K ラビット選手が4411、そしてラフモンスターズ一番手前イカハチ選手が5311といったステータスとなっております。チャージャーは3241、はい、タンクは1135で揃えております。さあまずはイカハチ選手が K ラビット選手1点取っていきます。隙間ちゃんと見ていましたね。いやー、はい、ここからね、まずこの2壁張った時、あ、1壁張った時点で点数取れるのかなり、ね、大きいと思いますので、オケキョウ側は自分たちのペースで点数を取っていきたい。まだ44の怖さはこの本当後半からなんですよね。本当ですよね。やはりラフも本当にもう全体的に統率が取れているので、こうやって守りの壁もうまいですね。いや、はい、あそこで前に張れるのもすごいですけどね。そうですね。さあコウ選手の11のエナジーボールも点数に変わります。イカチ選手一発 KO。 もう乗ってますね。もういや落ち着いてますね。ですか、まだまだ返せる点数。さあここからどうなっていくか、1点でも多く取ることができるか。いやー、避けていきます。さあ、はい、試合終了。1対4、ラフモンスターズの勝利です。セットを始めていきたいと思います。それでは参りましょう。あ、同じですね。波動ファイト。さあ両チームともに第1セットと同じステータスとなっております。オケキオは K ラビット選手が4411、ユーキャン選手3241、そしてハムカー選手1135、対するラフモンスターズ一番奥カイン選手3241。さあクリティカルヒットだ。コウ選手1135、イカチ選手が5311といったステータスとなっております。さあここでオケキオが逆転しております。1点差。さあここでシールドの割れ際狙っていくが一発 KO。 いや44かかりますね。どんどん、いや一発 KO 率高いですね。本当にちょっと目離すすぐに全部持ってかれちゃうんで。そしてユーキャン選手も点数取っていく、はい、そしてまだラフモン壁が2枚残ってるので、これは使って取り返していきたいですね。いやそうですよね、はい、2点差です。はい、オケケオが2点と取っていきますが、K ラビット選手が前に出ていくが、はい、イカチ選手ここカバー、はい、でその隙にオケケオの浜川選手が後ろに壁を展開しましたね。この2点をちゃんと守り切ろうとしてます。いやそうですよね、はい、2点取っていきたいラフモンスターズ。オケケオ逃げ切りたい。またも点数。さあここで試合終了。5対2オケケオの勝利です。いきましょう。決勝戦第3セット目ファイナルセットです。一緒ですね。ハローファイター。さあ全く同じステータスで両チームがぶつかり合います。お互いに手前がアタッカー、オケケオは4411、ラフモンスターズは5311、真ん中にタンク、一番奥にチャージャーとなっております。ラフモンスターズ側先張りを選択しましたね。そうですね。まず先制点、ラフモンスターズが取っていきます。さあここで2点目、正面のケーラビット選手、はい、さあそしてカイン選手も得点を取っていく、はい、残り時間は40秒半分。さあクリティカルヒットカイン選手。輝いてもカインさん、ね、ここに来てカイン選手も点数を取っていく、ね、いやまだ4人はここからがなので、ね、そうですよね。やはりラフモンスターズも守りがうまいですね。いやーこの1カメもオケケオにとってはかなり邪魔な一手、はい、来ました。いやまだ残してる。いやすごいですね。残り時間は10秒。この1点壁を張って取りに行くか。4-4を刺していきたいが、なんという余計。いやうまいですね。さあ試合終了。0対5ラフモンスターズの